皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのトシです。中学1年生の夏期講習第4回目、今回は正の数、負の数の乗法、掛け算について復習していきます。では始めます。正、負の数の乗法、掛け算、同符号の2数の積、積というのは掛け算の答えでしたね。これは正の数になります。括弧1番プラス7かけるプラス3、正の数同士の掛け算ですね。答えは正の数になります。7321、答えが正の数になるときにはプラスを省いて21と、こういうふうに書けましたね。括弧2番マイナス8かけるマイナス5、負の数同士の掛け算ですね。答えは正になって85、これ40と、こうなります。これに対して異符号、つまり正の数と負の数、この掛け算、二数の積はこれ負の数になるね。覚えてますか。括弧3番見るとマイナス9かけるプラス4、負の数かける正の数ですね。で答えは負の数になってマイナス936と、答えマイナス36です。この負の数の符号って省けないんでしたよね。括弧4番プラス6かけるマイナス2、正の数かける負の数、答えは負の数になって6212と、このようになります。では今2数でしたけど、いくつかの数だったらどうでしょうかと、乗法の式の中に、つまり掛け算の式の中に負の数が偶数個あれば積、掛け算の答えは正の数になると、こうなっていましたね。偶数というのは2の倍数のことでしたね。で括弧5番見るとマイナス5かける2かけるマイナス4と、負の数は1個2個ありますね。正の数ってプラスって書かなくてもよかったんですね。ですからこのマイナス5かける2の2はこれ正の数ということです。で負の数が2個あるので答えは正の数になってプラスとなって、あとは数字の絶対値を掛け算します。5かける2かける4、こうなりますね。5に10、10かける4なので40、プラス40ですけれど、答えの時にはプラスを書かないで40と、こう書けばいいんですね。6番マイナス8かけるマイナス2かけるマイナス3かけるマイナス10、これ負の数だけの掛け算ですよね。じゃあ負の数いくつあるかと、1234、4個あります。つまり偶数個あるんで答えは正の数になるということですね。ですからプラスの符号をつけて絶対値を掛け算します。8かける2かける3かける10と、こうなりますね。これ掛け算すると、まあ、2、3が6ってやって6派48、48かける10とやれば480ですね。ここもプラスという符号を省いて480と、このように書きます。では次ですね、乗法の式、掛け算の式の中に負の数が奇数個あれば積は負の数になると、こういうルールもありました。括弧7を見るとマイナス3分の2かける6かける2分の5という式ですね。これ負の数は1個あります。1というのは奇数ですよね。つまりこの式の中に負の数が奇数個あるね、答えは負の数になります。ですからマイナスの符号を書いて、あとは絶対値を掛け算します。3分の2かける6かける2分の5と、もちろん約分をしますよね。ここの2と2、3と6を掛け算します。と下は全て1になっちゃいましたよね。でマイナス
上を2、5、10となってマイナス10、これが答えというわけです。カッコ8番はマイナス2かけるマイナス3かけるマイナス4と負の数が1、2、3個あります。奇数個ですから答えは負の数になるのでマイナスとつけて絶対値を掛け算、2かける3かける4ですね。2、3が6、6、4、24ですからマイナス24というのが8番の答えになるわけです。さて累乗というのを勉強しましたよね。同じ数を何回か掛け算するとき、そういうときには指数を使って表すことができました。9番見ると 3×3×3×3 と3を4回かけています。こういうときには3こう書いてここの上のところに4回かけましたよという小さく4と書きます。これで3の4乗と、これは累乗の表し方ですよね。3を4回かけましたよと、3の4乗とこういうふうに読みました。10番はマイナス2分の1かけるマイナス2分の1、分数の数の時必ず括弧をつきます。また負の数同士の累乗の時にも必ず括弧をつきます。この時はマイナス2分の1を2回かけているので括弧をしてマイナス2分の1括弧閉じて外側に2乗、このように書きます。では実際計算どうしたらいいか、11番ね、12番ちょっと注意する点があるので、聞いてください。マイナス4と書いて括弧の外側に2乗という時にはこれはマイナス4を2回かけていますよと、こういうことなんですよ。とマイナス4かけるマイナス4、負の数同士の掛け算なので答えは正の数になって4416と、これが答えになります。12番マイナス4の2乗、こっちと似ていますけれどこれ括弧がありませんよね。括弧がないときこれは4だけを2回かけますよと、ね、マイナスはそのままで4だけを2回かけるんですよと、ね、こっちはマイナス4かけるマイナス4だったんですけどここは4かける4でマイナスはそのままで4416と、こうなるので気をつけてください。この違いね覚えてくださいね。そしてもう一つこれ余分に書いておくと実は括弧があってマイナス4括弧の2乗とこんなのがあります。括弧の外側じゃなくて括弧の中に2乗ついている場合、これも実はこれと同じなんですよね。4だけを2回かける、つまりマイナスで 4×4 だけ計算しなさいということなんです。これね、この括弧にごまかされないようにね。ですからこの答えもマイナス16とこうなるわけです、ね、この違いをね時々計算でミスする人いるんで皆さんね復習してしっかり身につけておきましょう。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはこの動画を参考に教科書や問題集の問題で復習をしておいてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。